ところでですね子犬を飼ってるんですけど夜泣きがひどくて隣から苦情が来てしまったどうしたらいいですかみたいにね相談されることがあります例えば生後23ヶ月あたりの子犬って夜泣き朝泣きする時期なんですよねそんな時期ですねあのどう対処したらいいのかこの動画ではですね生後23ヶ月ぐらいの、まあ、4ヶ月でも5ヶ月でも大丈夫なんですけど子犬が 夜泣ききすす。る3つの原因と対処法いいうタイトルで解説していきますもう結,結論としては原因のね結論としては子犬の夜泣きの原因としてよくあるのが1つ目としては寂しいとか心細い2つ目は体力の発散が足りてない3つ目が空腹ですねこの3つになりますで一つ一つ説明していきますけども原因1つ目として寂しいとか心細い ってことなんですけど生後二三ヶ月くらいの子犬だとご自宅で生まれてない限り他の家や他のお店から来たはずなんですよね新しい環境に来て間もないので寂しいとか心細いというまあ感情が強いわけなんですまだねお母さんのお母さんのワンちゃんお母さん犬からおっぱいもらってたりとかねそういったところからまあ こうね引き離されてまあ離乳も終わったかどうかぐらいまあ離乳も終わって例えばねちょっと経ってから来たりとかしてますけど兄弟犬がいたりとかねしてたのがまあブリーダーさんからまあいろんなところこう回って回ってペットショップさん行ったりとかして落ち着きたわけなんでまだやっぱ寂しい心細いっていうのはあるわけなんですね。で生後23ヶ月くらいの子犬の時期に夜泣きをする子っていうのはケージの中でケージの前でね寝るか 寝室にケージを持ってくるなど、まあ、いい形で心細くないスタイルを寝る時も取ってあげないといけません寂しいですからねこういうのも,寒もこれはもうどうにもならない寂しさですよね子犬が夜泣きしたとか吠えたからケージから出すのとは意味が全く違うんですあの夜泣きをしたっていう原因があって夜泣きしたクン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 泣いてるからっていうんですぐにケージから出すっていうのはよくないんです これは要求ボえって言うんですけど夜泣きっていう、まあ、の刑事から出してほしいみたいな要求をしたからそれに飼い主さんが答えて出すと延々とね要求ボえする整形になってしまいますからねもうあの寂しいから吠えたらね飼い主さんがその自分のね寂しいっていうから出してくれっていうね要求が通ると思ってし学習してしまうのでそれは良くないよってことなんですよねだからねずっとねそうなってしまうとずっと刑事から出してほしい時に ワン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 とかね、クン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 吠えて呼ばれることになってしまうんです。要求防衛っていうのはね、問題行動の一種で、まあ、要求防衛については別動画で解説していまして、まあ、概要欄に、ね、リンク貼っとくんでね、対策とかね、そういったものについては解説してるんで、興味のある方はそっちをね、ご覧ください。ここ話を元に戻してね、心細いとか不安な気持ちにさせないために近くで寝るのとはもう本当、その要求防衛の対処と全くね、違う、意味が違ってきますんで、 夜寝るときに夜泣きする前に寝室にケージを持ってくるなど、まあ、いい形で心細くないスタイルを寝るときもとってあげないといけませんで原因の2つ目としては体力の発散が足りてないの寂しいの,寂しいの、ね、延長線上に体力の発散が足りてないというのがありますまだ遊びたいまだ構ってほしいという元気があるからまだ泣いているということです 元気があり余っているから寂しいとかね、遊びたいとかなってしまうわけなんですね。どうしたらいいかっていうと、体力を発散させることです。ワクチンがね、完全に終わってない時期でしょうから、生後2、3ヶ月だと、だからね、獣医さんから外で散歩させないでねって言われてると思うので、その場合で,であってもですね、こう地べたにつかない、地べたで足がつかない。だから飼い主さんが抱っこする形ですね。だから歩かせる散歩じゃなくて、飼い主さんが抱っこして散歩とか、 まあ、あとは,、まあ、外は外はやっぱり怖いってなったらもう家の中でロープの引っ張りっこするとかボールを取っ,てくる取ってこさせるとかねそういった体力を使う遊びをたくさんしてからケージに入れるっていうふうにすると、まあ、寝てくれますもう限界まで疲れさせるってことですね、まあ、低血糖にならないように気をつけつつもね思いっきり体力を発散させてあげたらケージ入って寝てくれると思うんですよね遊ぼうよってならないと思うんです飼い主さんが遊ぼうとしても逆に寝ます そこまでしてあげないといけないってことなんですね。そういった夜泣きをする子は意識がある間中遊びたい寂しいの欲求がある子ですからね。なのでね、そこら辺やってあげるだけでもこうやって遊ぶとかね、遊んで疲れさせるっていうのをやってあげるだけでもやっぱりだいぶ違ってくると思います。特に子犬の時期はね。で、原因の3つ目、最後、空腹が原因ってこともあります。空腹の可能性もあるんです,ですね夜。夜ご飯はねが、夜ご飯がめちゃくちゃ早い時間なのに、 遅めの時間にケージに入れるとしたら、もうお腹が空きすぎます。空きすいてしまいます。ま例えば夜の5時、17時に夜ご飯与えて、23時にケージに入れて寝かせるパターンとかね。そんな場合にはですね。寝る前にふやかしたフードを与えましょう。例えば夜のね。23日23時にケージに入れて寝かせるんだったら、22時50分とかにふやかしたフードを与えます。人間もね。やっぱ空腹だったら寝付けませんよね。 なので、まあ、寝る前にちょっとお腹を満たしてあげましょう。食べ過ぎがね、心配なら、太ってしまうとかがね、心配なら、晩ご飯をね、夜あげる分だけ減らしておけばいいわけです。例えば、夜ご飯を20グラムあげるってなったら、15グラム、ね、あの、例えば17時の晩ご飯にあげて、20グラムだったら15グラムぐらい、晩ご飯を与えて、残りの5グラムを寝る前にあ与えるとかいう感じですよ。そしたら、合計20グラムは変わらないけどっていうことですね。 それだったらね、一日に食べる量は増えませんからね。だら以上のことを踏まえてできることをやってみてほしいと思います。ただ、無視だけではね、夜泣きは解決しないです。夜泣きの原因を探って適切に対処していきましょう。以上でね、解説を終わります。今後,今後もね、ワンちゃんに関する情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、次の動画でお会いしましょう。失礼します。